芸能界一の長身は誰？人気男性芸能人高身長ランキング。芸能界は小人の世界という言葉がありますが、実際のところはどうなのでしょうか。今井雅之さん、菅原文太さん、高橋英樹さんを私は間近で見たことがありますが、実際にそのくらいの身長はあったように見受けられ、サバ読んでいる感じは全くしませんでした。サバ読んでいる方もいるかもしれませんが、180センチ以上の方をランキング形式にしてまとめてみました。果たして芸能界一の長身は誰なのでしょうか。元スポーツ選手は除外して発表したいと思います。まとめましたのでぜひご覧ください。それではスタートです。まず181センチから発表します。伊藤英明さん、井上義雄さん、浦井健二さん、大沢たかおさん、加藤和樹さん、上重聡さん、京信夫さん、桐谷健太さん、ケイン小杉さん、西条秀樹さん、佐藤二郎さん、清水博也さん、小野崎健さん、相馬圭介さん、反町隆史さん、高橋秀樹さん、竹財照之助さん、太刀博志さん、長塚圭史さん、成田亮さん、ネスミスさん、藤田トムさん、船越英一郎さん、町田啓太さん、松岡正弘さん、松田聡さん、松田翔太さん、三浦翔平さん、そしてラストが三浦亮介さんです。続いて182センチの方です。井上正弘さん、石橋貴明さん、石原良純さん、江本佑さん、遠藤健一さん、木村達成さん、佐藤浩一さん、大東俊介さん、中村正俊さん、中山麻生さん、長谷川博美さん、羽鳥慎一さん、マイケル富岡さん、ミッツマングローブさん、向井治さん、以上の方が182センチで交渉とされています。続いて183センチの方たちを発表します。東光介さん、東幹久さん、阿藤海さん、井浦新さん、入江仁義さん、加藤雅也さん、金子健さん、坂口健太郎さん、渋江丈二さん、島田秀平さん、立花啓太さん、田中義武さん、谷原章介さん、土田照之さん、富森ジャスティンさん、平井健さん、福士蒼太さん、細貝圭さん、前田健さん、松坂桃李さん、南圭介さん、矢上蓮さん、八木正康さん、吉井和也さん、流星亮さん、以上の方たちが183センチで身長を交渉値としています。続いて184センチの方たちを発表します。青柳翔さん、あきらさん、井原剛さん、大野拓郎さん、小栗旬さん、押尾学さん、斉藤浩さん、沢村一樹さん、吉田栄作さん、渡辺健さん、
以上の方たちが184センチの身長を交渉としています。続いて185センチの方たちを発表します。市川智博さん、江口洋介さん、小野健人さん、要潤さん、草刈正雄さん、坂口健二さん、杉野洋介さん、鈴木信之さん、鈴之介さん、竹内龍馬さん、永井雅樹さん、永瀬智也さん、平山博之さん、丸山智美さん、山本亮介さん、裕二さん、そしてラストがレイザーラモン HG さんです。以上の方たちが185センチで身長を交渉値としています。続いて186センチの方たちを発表します。五十嵐マーサさん、伊万里優さん、彦太郎さん、鈴木亮平さん、田野慎吾さん、豊川悦司さん、早見もこみちさん、別所哲也さん、前川康幸さん、そしてラストは山口雄一郎さんです。以上の方たちが交渉身長を186センチとしています。続いて187センチの方たちを発表いたします。岩永博明さん、大倉浩二さん、小柳優さん、固定智也さん、安岡力也さん、山口智也さん、そしてラストが徳重聡さんです。以上の方たちが身長を187センチで公表しています。続いて188センチの方たちを発表します。あつしさん、宇梶剛さん、城田優さん、田中拓司さん、時藤三郎さん、根岸拓也さん、松重豊さん、米津玄師さん、以上の方たちが188センチで身長を公表しています。189センチ、その方は2人おります。1人目が阿部博さん、そして2人目が東出昌大さん。この2人も大きいのが分かりますね。第3位に入ります。190センチ、ジョイさんです。続いて第2位です。192センチ、その方は中村雅也さん、長身で有名ですね。193センチ、栄えある第1位です。その方は小袋の黒田俊介さん。
これを見ても大きいのが分かりますね。いかがでしたでしょうか。皆さんは何センチくらいが最高だと思っていたでしょうか。正直私は阿部寛さんの189センチで記憶が止まっていましたので、190センチ超えが3人もいたのは意外でした。将来的には2メーター超えの方も出てきてほしいと思っている方もいるのではないでしょうか。以上です。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いをいたします。